総合格闘技の世界最高峰、米 UFC のファイトナイトラスベガス83が9日日本時間10日午前、米国ネバダ州ラスベガスで行われ、那覇市出身の平達郎、ザパラエストラ沖縄がフライ級3回戦でカルロス・ヘルナンデス、米国に2回0分55秒 TKO 勝ちし、UFC の日本選手最多タイ記録の5連勝を果たした。 プロ通算戦績は15勝無敗。写真、部活を転々とした少年が、超新聖と呼ばれるまで総合格闘技、シュート、の平達郎が UFC 挑戦進化を見せての圧勝劇だった。平はこれまで卓越した寝技で強敵を破ってきたが、試合前、打撃が得意なヘルナンデスに対し、打撃で自分のペースを譲らず、相手に気持ちよく打たせない。 と相手土俵で戦う意思を示してきた開始直後はスリップから攻められたが危ない場面はここだけすぐにグラウンドで優位な姿勢をとりパンチを集めた2回30秒過ぎ相手ガードの間から右ストレートを浴びせ返しの左フックでダウンさせた防御を固める相手に強烈なパンチを集めレフェリーが止めて干渉した相手の有効打2に,に対し タイラは33と手数で圧倒。プラン通り、ダメージを奪う進化形を出せた、と打撃でも自信を深めた。次戦はランカーとの対戦が有力で、いよいよ世界トップへの挑戦が始まる。荒崎里氏。